皆さんこんにちは。今回は iPhone、iPod Touch の無料ツール系アプリを紹介したいと思います。初心者の方向けですね。長年使っている方とかはですね、入れてると思うんで、初めて iPhone、iPod Touch を買ったけど、どのようなアプリを入れていいかわからないという方、ぜひ見てください。まず最初に、バッテリーライフプロ。こちらのアプリを紹介したいと思います。こちらのアプリはバッテリーの残りの量を 5% 単位で表示してくれます。それに、機能別に、何時間使用可能かを表示してくれます。上の表示の切り替えも可能です。グラフでの表示も可能です。非常に便利なアプリだと思います。次に、ウェザーニュースタッチというアプリを紹介します。こちらはすごい詳しく表示してくれます。市の単位まで表示してくれたりします。適当に今選んでいきたいと思います。紅茶ですね。で、週間が1時間前とか。これは Wi-Fi 環境が必要になります。次に産経新聞。こちらも Wi-Fi 環境が必要になります。産経新聞が無料で読めるアプリです。ページ検索も可能です。表示の切り替えも可能です。次に、エキサイト予約、こちらを紹介したいと思います。こちらも Wi-Fi 環境が必要ではあります。これは普通の予約ですね。文章を予約してくれます。例えば、トイレはどこですか？こちらを日本語から英語に変えます。そうすると、Where is the restroom? このように、和訳ではありません。英訳が、英語の文章を和訳もしてくれます。はい。次に、乗り換え案内を紹介したいと思います。こちらの乗り換え案内は、例えば、岐阜から名古屋で、日にちは、例えば9月7日。13時36分に、到着したい場合は、これで検索します。そうすると、このように13時8分発、13時28分着、豊橋行きの、快速に乗れますよというふうに450円ですと表示してくれるアプリです。非常に使いやすく、見やすいアプリだと思います。はい、次に、こちら、Q カレンダーというアプリを紹介したいと思います。こちらのアプリは、カレンダーを、待ち受け、壁紙にカレンダーを追加できるアプリです。例えば、アルバムから写真を選び、このように、自分が入れたい写真を選ぶ。そして、いろいろ設定で、こちら日本とか、いろんな国が設定できます。で、
表示の仕方も変えます。例えば3ヶ月分をこう表示したいとか。で、プレビュー。で、スクリーンショット。スリープボタンとホームボタンを同時に押すと写真のように撮れます。こちらを写真で選択して、で、壁紙として使う。はい。こうすれば、はい。さっき撮った写真がこのように使えます。非常に便利なアプリです。次に、ゲット。こちらのアプリも、Wi-Fi 環境が必要になります。しかし、まあ、一度ダウンロードしてしまえば、Wi-Fi 環境は必要ありません。クイックゲットというふうにやると、マクドナルドのクーポン券をゲットできます。で、このまま表示をして、クーポン券を使うことが可能です。次は単位変換というアプリを紹介したいと思います。こちらは、例えば、長さを1と入力し、1km は何センチだろう。このように表示ができます。反対も可能。例えば、1km は何ミリメートル。その他にも、面積、体積、重さ、圧力、温度、湿度など、様々な計算が可能です。レートの計算、日付の計算も可能です。非常に役立つアプリだと思います。以上で終わります。ぜひ、今回紹介したアプリ、気に入ったものがあれば、ダウンロードしてみてください。